合肥にて手痛い敗北を喫した孫悟。だが若き虎はすぐさま起き上がり再び駆け出す。孫権は素早く将兵らを取りまとめると雪辱の軍を起こした。曹操は漢中と慶州の食軍を警戒し、未だ孫悟への備えは薄い。この機をついて要所を取り、楊州の戦線を押し上げる。孫権はその狙いのもと、合肥の南東樹首港を目指した。だがこの動きは魏軍に察知され、巨匠の曹操へと伝わる。曹操は自ら大軍を率いて南下すると、樹首港に堅固な陣を敷いた。相手が大軍となった以上、正面からの成功法は不利。そう判断した呂蒙は韓寧両党らと共に奇襲作戦を取る。闇に包まれた樹首港の静寂を孫悟の闘志が打ち破る。へえ、この両鉱石の出番ってわけかい。おい、おい、あんたバカじゃないのか。なんだよ、うっせえの。うっせえのはあんただっつの。鈴、奇襲だってのになんで鈴鳴らしてるんだよ。こんまけえやつだな。ふざけるな。まったく、なんで俺がこんなバカだ。って、うん、やめんか二人とも。合肥の雪辱を果たすのだぞ。だらんことでいがみ合ってる場合か。おっさん、誰がおっさんだバカ者。いや、龍門さん、声でかいです。そうそう、敵襲、敵襲だ。こりゃバレた。おい、ここまで近づけば十分よ。二人とも行くぞ。よっしゃ、暴れるぜ。あ、もうでこうなるんだよ。目指すは敵陣中央の跳ね橋。これを押し、孫悟の軍の進路を開く。まずは完全の砦を突破せればな。丹念、両党、行くぞ。分かったぜ、おっさん。
あんたにも味わってもらうよ。南のらぬ根っこを殺し、俺は一度引かせていただく。よし、これで障害はなくなった。今のうちに羽橋を下ろすぞ。よし、これで味方の軍が動ける。我々は引き続き自陣を蹂躙するぞ。両毛たちがやってくれたようだな。進軍、進軍開始。敵を殲滅せよ。本陣は私たちにお任せ。皆さん、敵陣の攻略に専念ください。いつもながらお見事な武勇。さて、出番もありません。なんでこんなところから飛ぶんだ。陣中が混乱して他と連携が取れんわ。陣は混乱している。今のうちに全ての砦を落とすのだ。おい、我が自由で葬ってくれるわ。よくやった。お前の治癒は日々磨かれているぞ。ラッピで逃げ帰った戦士はバライスの野獣か。くだらん、帰り討ちにしてくれるわ。知ってるかよ。そういうこと言われてる。何なんだよ。やめろ。Let's go!
将討ち取ったよ。この首もらい受ける。いざ。貴公らが五軍の矛、ならば自分は盾となり、これ刃を止めるまで。やけどするぜ。本気止めきれるかい。みんまい。敵本陣を叩き、この戦を終える。よし、二軍はもうチリチリだな。敵本陣へ向かう。しますか。地を狙う戦は弱者なりの知恵、その努力には敬意が足らん。我が国の運命は国民の、だがそれもここまで。この状況でその余裕、さすがだね。さあ、このまま俺に撃たれてもらおうか。いつもながらお見事な武勇。いいんじゃないか。出番もあります。やけどするぜ。気合入ってるじゃねえか。よと。で奴らもしばらくは主勢となるであろう。合肥の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。ま、上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へえ、まだ暴れ足りねえぜ。おっさん、このままもう一度合肥まで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。うん、ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつうの。へえ、ま、悪かねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり、俺も混ぜてもらうぞ。へへ、よっしゃ。じゃ、帰るとすっか。